光の戦士フォトン惑星ゾルディアスの戦いについて解説するよ。 3D ダンジョンをメイン画面にした探索型アクションゲームなんだ。 3D ダンジョン、それって迷いやすいよね。そうなんだ、とにかく迷うし、手に入れたアイテムの使い方も全然わからないんだ。ストーリーはフォトニアン最後の生き残りがダクラを倒すために中枢部を目指すというものだよ。敵はどんな感じで出てくるの？敵は前後左右に現れるけど、攻撃は上にしか打てないから他の方向は避けるしかないんだ。それは難しそうだね。音楽はどう？不協和音の BGM がずっと流れていて、聴いていると頭が痛くなるような音なんだ。新しいことを始めようとした意欲は評価できるけど、技術と工夫が足りなかったね。操作はどう？操作も独自で慣れるのが大変だよ。前に進むのも左右に移動するのもややこしい仕様なんだ。それは大変だね。マップはどう？隠し部屋や落とし穴が多くて迷いやすいんだ。エレベーターもどのアイテムを使うかわからないしね。敵の配置も謎で、向きによって敵が変わったりするんだ。それは本当に困るね。アイテムの使い方は？と得したアイテムが何なのかもわからないことが多いんだ。ヒントのなさが致命的だね。一応迷宮のヒントを教えてくれるディスクがあるけど、役に立たないものも多いんだ。じゃあパスワードでの再スタートは？パスワードの情報管理もやや雑で、間違えても通っちゃうことがあるんだ。それで詰むこともあるんだよ。 BGM は電波で、ラスボスを倒すとエンディングが流れるけど、スタッフロールはないんだ。エンディングの曲はどう？エンディングの曲は聴けるものになってるけど、本編とは全然違うんだ。総評としては、難解な操作性と不可解なマップ描写で、不快さを感じるクソゲーだね。それは残念だね。でも、革新的なシステムに挑戦したことは評価できるね。そうだね。技術もアイディアも足りなかったけど、その意欲は認めたいね。スーパーリアルベースボールについて解説するよ。野球ゲームはほとんど購入してたけど、これは失敗だったんだ。どんなゲームなの？ゲーム業界初の実名球団を使ったリアルな野球ゲームだよ。当時のプロ野球中に球団の選手が実名で登場するんだ。香川や秋山、工藤など往年の名選手が楽しめるんだね。そう。でも操作が他の野球ゲームと違って難しいんだ。投球、捕球、橋物のリードや守備位置まで全てマニュアル操作なんだ。ピッチングはどうやって操作するの？ピッチングはボタンを2回押して投げるんだ。左右連打でコースが変わるんだよ。それは複雑だね。フライの捕球は？フライ発球が見えないから影で追わないといけないんだ。捕球ボタンを押さないとフライも牽制球も取れないからストレスがたまるんだよ。ゲームのテンポはどう？テンポが速くて、あっという間に負けちゃうんだ。それは大変だね。せめてオートの守備が選べたら、いろんな世代が楽しめたかもね。なるほど。概要はどう？1988年夏に発売されて、日本で初めてプロ野球と公式にタイアップしたゲームなんだ。球団名、選手名が実名で登場するのが特徴で、阪急ブレーブスと南海ホークスも実名で出てくるよ。東京ドームも登場するんだね。そう、実在する球場を初めて実名で登場させたんだ。全試合がドーム球場で行われるんだよ。攻撃の操作はどう？攻撃も複雑で、投手が1球投げるごとにバットの構え直しや橋物のリードなどが必要なんだ。ヒッティングポイントの表示など先取りした要素もあるけどね。クロマティがイメージキャラクターなんだね。そうなんだ。でもクロマティはシーズン中に骨折して試合に出られなかったんだよ。発売は何度か延期されたんだね。そう、選手データの削除や最新データの反映が理由で、最終的に1988年7月30日に発売されたんだ。一人プレイ中のバグもあったの？そう、タッチアップせずに走塁すると試合が進まなくなるバグがあったんだ。クソゲーの代表例としても取り上げられたんだね。そうなんだ。難易度が高くて操作性が悪いからクソゲーとされているんだ。でも実名選手が登場するという点では画期的だったんだよね。
について解説するよ。1987年に発売されたアクションアドベンチャーゲームなんだ。主人公が魂ってどういうこと？倒した敵の体に憑依して進むんだ。これがかなり斬新だったよ。でもお待ちください、ノローディングが多くてテンポが悪いんだ。ディスクシステムだから仕方ないけど、入れ替え指示もあったんだね。そうなんだ、 A 面と B 面の入れ替えは本当にストレスだったよ。ストーリーは暗黒要塞に囚われた輝きの王女を救うために戦うんだ。ラスボスのヘルって強いの？ヘルは最強だよ。攻撃も見えずに気づいたらやられてることが多いんだ。ゲームクリア後の達成感よりも疲労感が強いんだよね。どんな肉体に乗り移れるの？ブレードアーミー、アーマー、ファイター、ガンナー、ソーサリーがあるよ。各キャラの攻撃方法も異なってて、剣や魔法、ライフルが使えるんだ。ゲームシステムはどんな感じ？肉体の HP がゼロになるとゲームオーバーだよ。攻撃を受ける瞬間に防御もできるんだ。ダンジョンの最深部にはボスがいて、アイドルを守ってるんだ。ローディングはどれくらい多いの？階層を移動するたびに、お待ちください、が表示されるんだ。Windows 版ではこのローディングが修正されてるよ。それは良かった。他に面白いシステムはあるの？ジャンプ後に攻撃ボタンを押して再びジャンプすると、2段ジャンプができるんだ。しゃがんで攻撃ボタンを押して、ジャンプボタンを押しっぱなしにすると連続攻撃もできるよ。それは面白いね。でも全体的にテンポが悪いから、忍び対力が必要なゲームだよ。このゲームは伝説的なアクションゲームとして、今でも語り継がれているんだ。キングスナイトについて解説するよ。1986年にスクウェアから発売されたゲームなんだ。 RPG って聞いたけど、本当はシューティングゲーム？そうなんだ。一応レベル上げアイテムもあるけど、基本はシューティングだね。4人の勇者を操作して最終ステージを目指すんだ。勇者が死んでも次に進めるの？そうだけど、一人でも死んだままだと魔王が倒せないんだよ。坂口博信氏が初めて関わった作品としても有名なんだ。最近までスマホ版もあったんだよね。そう、30年ぶりの続編ラース・オブ・ザ・ダーク・ドラゴンが出ていたよ。でも2018年にサービス終了しちゃったんだ。どんなアイテムが出てくるの？命の石や速さの靴、力の水晶などがあるよ。 HP やスピード、攻撃力をアップできるんだ。勇者の魔法もあって、4つのステージでパーツを集めると最終ステージで使えるんだ。ストーリーも聞かせて。ドラゴンにさらわれたクレア姫を救うため、4人の勇者が立ち上がるんだ。レイジャック、カリバ、バルーサ、トビーがそれぞれのステージを攻略していくよ。最終ステージでは何が待ってるの？4人全員が集結して、ドラゴンを倒すために戦うんだ。そのために全員が生き残っている必要があるんだよ。そうなんだ。どんなフォーメーションがあるの？フォーメーションはライトやレフトで変更できて、戦略的に戦えるんだ。ランダムチェンジもあって、予測不可能な展開が楽しめるよ。それは面白そう。勇者の剣も気になるな。最終ステージには3本の勇者の剣が配置されていて、全て集めるとボスを倒せるんだ。レッドアース、シルバームーン、グレートさんがその剣だよ。漫画攻略本にも登場するんだね。そうだよ。レイジャックが聖剣フィクサーを使ってドラゴンを倒すんだ。スクウェアの初期作品として当時は斬新だったんだよね。そうなんだ。今でも楽しめる要素がたくさんあるね。当時のゲームファンには懐かしい作品だね。シャーロック・ホームズ伯爵令嬢誘拐事件について解説するよ。タイトルからは推理アドベンチャーを期待するけど、実はアクションゲームなんだ。え、本当に？何をするゲームなの？急に市街地から始まるんだけど、敵はパパイヤ軍だけじゃなく一般市民も敵なんだ。しかも何をすればいいのか全くわからないんだ。それは困るね。シャーロック・ホームズで推理はしないの？推理要素はほとんどないよ。普通にアクションゲームとしても微妙なんだ。
どうしてそんなゲームになっちゃったの？普通の推理アドベンチャーでよかったと思うけどね。説明書にも動きが多くて、2コントローラーを使わないって書いてあるけど、実は必須なんだ。それはひどいね。具体的にはどんな動きがあるの？例えば、鍵は10個までしか持てないのに、63個まで持てるって書いてあるんだ。他にも、ピストルの弾丸も60個までしか持てないのに、63個までって書いてあるんだよ。説明書のミスが多すぎるね。舞台となる都市はどこなの？ロンドン、バーミンガム、マンチェスター、リバプールなどのイギリス各地が舞台だよ。アイテムもいろいろあって、虫眼鏡やランプ、パイプ、バイオリンなどがあるよ。キャラクターは誰が出てくるの？ホームズがプレイヤーキャラクターで、ワトソンはロンドンの家にいて体力を回復してくれるんだ。それだけ聞くと面白そうだけど。でも実際には何をすればいいのか全くわからなくて、ただ街をさまようだけなんだ。レビューも否定的で、ファミコンマガジンのヨモの投票では30点満点中13点後3点しか取れてないんだ。それは残念だね。そうだね。普通に推理アドベンチャーとして作ればよかったのにと思っちゃうよ。でも、ある意味で伝説的なゲームとして今でも語り継がれているんだ。ルーカスフィルム、ボールブレイザーについて解説するよ。あのジョージ・ルーカスが携わったゲームなんだけど、あまり話題にならなかったんだ。どんなゲームなの？簡単に言うと、3D 視点の1対1のサッカーゲームだよ。フィールド中央に打ち出されたボールを取って、敵ボールにシュートするんだ。敵ボールはどうなっているの？敵ボールは常に移動していて、ポールとポールの間にボールを入れないと得点にならないんだ。敵が前にいると敵のバリアが邪魔してシュートが打てないから、避けながら移動する必要があるよ。操作は簡単なの？ A ボタンでシュート、B ボタンでドリブル、十字キーで移動とシンプルだけど、画面が見にくいのが難点なんだ。見にくいってどういうこと？だだっ広いフィールドにいきなり相手やボールが現れては消えて、自分の位置もよくわからないんだ。レーダーで自分と相手の位置関係が表示されてれば、もう少しプレイしやすかったかもね。二人で対戦するのはどう？二人で対戦なら多少は遊べるかもしれないけど、それでも醜さは変わらないからね。全体的にもう少し工夫があれば、もっと楽しめるゲームになったかもしれないよ。そうなんだ。ジョージ・ルーカスが関わっているのにちょっと残念だね。期待が大きかったわけ。残念な結果になっちゃったね。でも、試してみる価値はあるかも。ボンバーキングについて解説するよ。新品で購入してワクワクしたけど、実際プレイしたらこれじゃない感じがしたゲームなんだ。どんなゲームなの？ボンバーマンの続編だけど、ストーリーのつながりはないんだ。異次元生命体が襲来して、戦闘用ロボ、ナイト、が星を救うストーリーなんだよ。ゲームのシステムはどう？爆弾を置いて道を切り開き、銃で敵を倒しながら進むアクションゲームだよ。爆弾の強さや範囲を知らないと、自爆しやすいから注意が必要なんだ。それは難しそうだね。敵は多いの？敵の数が多く、視野が制限されたステージも多いからクリアが難しいんだ。アイテムもいろいろあって、ミサイルやスーパーチャージャー、メガトンボムが重要なんだ。アイテムの使いどころが攻略の鍵なんだね。そう、特に操作ミスが命取りになるから注意が必要だよ。爆弾の特徴は？爆弾の爆風は円形に広がって、上下左右と斜め方向にそれぞれ1マス範囲があるんだ。爆発までの時間が短いから、爆弾を置くときは退路を確保しておかないと自滅しちゃうよ。それは大変だね。ライフ制ってどういうこと？時間経過や敵の攻撃でライフが減っていくんだ。特定のアイテムで回復できるけど、ライフが尽きるとゲームオーバーだよ。ゲームオーバーになると、アイテムが減ってスコアもゼロになっちゃうんだ。レベルアップのシステムもあるの？そう、ス
コアが一定の値になるとレベルアップしてライフの最大値が上がるんだ。最終的には爆弾の爆風2発程度には耐えられるようになるよ。それは助かるね。でも全体的に操作ミスが命取りになるから慎重にプレイする必要があるんだ。あのワクワク感とは裏腹に難易度が高くてフラストレーションがたまるゲームだったよ。ファミコン、ファミコン、夢見たことは現実になるんだ。自分を信じるんだ。思い出すんだ、あの頃の情熱。忘れてないんだろう。胸の高鳴りをわかるだろう。俺の言っていることが無情になっている。